カラーリングアーティスト、こんにちは、トミーです。いや、ここの組み合わせここの組み合わせはもうアーティストぐらいしかできへんよっていう、攻めれへんよっていう話ですね。まあ、ダサいだけなんですけど、今回の企画はですね、おじさん、若い子についていけるのか検証してみたいと思います。こちらです、おっさん。おじさん、なめんなよ。なめんなよ。やっぱりスノーボードって年代、あのスノーボードっていろんな年代の人がやるじゃないですか、もう子供から大人まで、だけど実際僕みたいな20代前半、一番動ける時期ですよね、体が、のスノーボードの1本と、おじさんもう39の、まあ、おじさんたちが一体僕の普段の滑りについてこれるのかっていうのを今日検証していきたいと思います。決まっててやん。いけるっすか。俺もピークやんな、人生で。人生ピーク。本当っすか。でもそんな元気なの。元気元気。でも39とかってなるとそろそろ結構立たんくないっすか。結構立つよ。あ、立つっすか。それ俺はちょっと薬かな。ノブさんが俺ついててください。一応元プロなんですね。そうですね、一応元プロなんで、はい、まあ、言うても運動不足ですけど、はい、そんな20代のアマチュアのガキには負けないと思うんで。20代のアマチュアのガキには負けない。負けない、はい、うん、じゃあ僕が普段通りに全力で滑りますんで、ぜひついてきてください。了解です。それでは、はい、じゃあそれでは、うん、まあ、おじさんを疲れさせて、うん、やっぱ20代前半の力を見せつけたいと思います。ついてこれるかなっていうことですね。これだけやっぱもう何本目でした、滑った。もう結構滑った。10本以上滑ってるんで、うん、もう正直結構38歳の足は限界ですよね。はい、37や。37か。じゃあ我々の全力でやるんでついてきてください。いきます。はい、じゃまずスクワットからですね。最初全然わざと疲れさせてからいきます。よし、じゃあいきます。you
か。一応20代は、うん、大体全部あんな感じで滑ります。フルで、はい、全然疲れてないです僕は。あんな無駄なオーリーしてんの。いつもあんな感じでオーリーしてるんで。マジか。どうですフルで滑ってみて。もっとフルなめんだよ。大膝大丈夫ですか。全然余裕と言いたいところですけど。はいあのなんかぴょんぴょんやりすぎ。ぴょんぴょんで蹴らすみたいな。どんだけ俺がぴょんぴょんについていけるか。じゃあまあ1本目は、ついてこれだということなんで、じゃあ2本目2本目やじゃあちょっともうノブさんが限界ということで、はい、次じゃあのおっさんメンバー交代で。そう僕はじゃあ連チャンで行きますんで、若いんで。いや連チャンいきます。俺の負けやん。俺もそんな間滑ってるから体力の消耗は一緒やんね。まあそうっすね。そうやと、まあ、イーブン決勝戦、まあまあ、決勝何の決勝か、うん、こんなん負けへんからな。じゃあ俺の普段の滑りについて来れるかな。余裕おっさん頑張って。どっちを心配したらいいの俺は。
マジリアルやけど。あ、ちょっとごめんなさい。さ、無理。あ、やばい、浮かしました。あの、ピョンピョン。大丈夫。ちょっと勝てるかなと思ったけど、あかんかったっすよ。あかんかった。なんかもうあのピョンピョンがもうマジで辛い。あんな飛べない。途中で抜かしたじゃないですかこの人。しびれ切らして。ちょっと抜かしてやったろうかなと思って。無理やった。無理やった。大丈夫な。大丈夫ですか。思ったのと違う。思ったのピークやと思ってたんけどな。今が。だでも後半ピョンピョンしてなかったっすもんね。してなかったね。ちょっともう、うん、ってことでじゃあ検証結果、はい、まあ30代後半は20代前半についてこれないでした。20代すごい。すごい偉そうに言って。これやっぱ分かります。すいませんでした。とんでもない、うん、とんでもない。これからもお願いします。ああ、まあまあまあ概要欄にはじゃあ貼っときますわ。石ころのあのチャンネル、まあまあシャーなしなんで貼って。石ころサイドカントリー登録お願いします。どうします。あのインスタも貼っときます。インスタもじゃあ貼っときます。じゃあ概要欄インスタ貼っときます。はい、大丈夫です。ペコペコ